ニジャー佐藤浩二です。今回はトラップについてトレーニングを紹介したいと思います。で、この動画を見ればどうなるかというと、ボールの置く位置を意識するようになるかと思います。例えば、ボール1個分前、ボール1個分後ろ、ボール1個分横っていう風に、ボールの置く位置をボール1個分でもこだわれるようになるかと思いますので、ぜひ試してみてください。では、トレーニングに行きたいと思います。どうぞ。はい、では、トレーニングに入る前に、先に3つほどポイントを説明していきたいと思います。1つ目、いい姿勢を意識する。2つ目、リラックスをしておく。3つ目、ボールを受ける前に軽くスキップのジャンプをするということを意識してやってみてください。では、トレーニング説明に行きたいと思います。はい、ではマーカーをこのように、だいたい大股2歩ぐらいでの間隔で横に置いてみてください。で、対面で2人でやる場合はあっちの方にも2つ用意して、トレーニングしていきましょう。で、この間のこの線上ですね、この線上、向こうにも見えない線があると思ってください。あの線の上に立って、パス、トラップの練習をしていきたいと思います。この練習をする上でのポイントが一つあります。止めた後にすぐパスを出すというところを意識してください。止めてすぐにパス出せない場合はトラップがうまくいってないということなので、しっかりと次パス出しやすいところに止めれるようにしましょう。それではトラップについて、種類を紹介したいと思います。一つ目はマーカーとマーカーの間にボールを止めるトラップです。この時に、自分の体もマーカーとマーカーの間にあるようにしましょう。2つ目はマーカーとマーカーのライン上よりボール1つ分前に止めれるようにしましょう。この時も体はマーカーとマーカーの間にあるようにしてください。3つ目のトラップはマーカーとマーカーのライン上より後ろでボールを止めれるようにしましょう。この時にボールは後ろに止まるので、すぐにバックステップをしてパスを出せるところに移動をしましょう。4つ目のトラップは少し応用で、3のトラップをする前に足を前に出して前で止めると見せかけて、すぐに足を引いて後ろで止めるというトラップです。それでは次はこの3つのポイントが大切な理由を説明していきたいと思います。まず、いい姿勢を意識するという部分ですが、姿勢が悪くなってしまうとサッカーで最も重要な視野を確保するということが難しくなってしまいます。その他にも次の動作が遅くなってしまったり、姿勢が曲がって顔が前に出てしまうことで足元からボールが離れているのに足元にボールがあると錯覚してしまうことがあります。なので広い視野を確保して次の動作に移りやすいいい姿勢というのを意識してトレーニングしましょう。残り2つのポイントですが、2つ一緒に説明していきたいと思います。硬いものにボールがぶつかってしまうと当たり前ですがボールは弾んでしまいます。体も硬くなってしまっているとトラップする際にボールが弾んでしまって足元にボールを収めることが難しくなってしまいます。なのでこの悪い例のようにボールが弾んでしまう人は、まず上半身をリラックスすることを意識してください。最後に、受ける前にジャンプをする、軽くスキップを入れるという部分ですが、これをする意味というのは、まずいい姿勢がキープできるというのと、リラックスすることができる、上半身も下半身もリラックスすることができるというところと、最後にこれが一番大事なんですが、ジャンプをすることによってニュートラル状態に戻し、次の動作を速くすることができます。この他にも自分のポジションを微調整するなど、受ける前にジャンプすることによって得られるメリットというのはあります。なのでトラップが上手くなりたい選手はこの3つのポイントというのを意識してトレーニングしていきましょう。最後に3のトラップでよくあるミスについて紹介したいと思います。3のトラップはラインの後ろでボールを止めるというトラップなのですが、ボールが前に出てきてしまっている状態ですね。このような状態ですね。3のトラップはボールが前に出てこないようにトラップすることを意識しましょう。これでトレーニングの説明とポイントについての説明を終わりたいと思います。あとはこのトラップの練習をどれだけこだわってやれるかというところが非常に重要となってきます。なので今からこの動画を見ながら自分を評価していきたいと思います。
はい、これでトラップの、トレーニングについて紹介を終わりたいと思います、このトラップの練習でこれが無意識に当たり前にできるようになってきたら、試合でもボール1つ分の置く場所だったり、ボール1個分前、ボール1個分後ろ、ボール1個分横っていう風にボールの場所をこだわることができるので、このトレーニングをぜひ試してみてください。では最後にポイントを3つほどおさらいしたいと思います。まず1つ目、姿勢を意識する。2つ目、リラックスをする。3つ目、受ける前に少しステップを入れてジャンプを入れるっていうところを意識して、このトラップのトレーニングをしていきます。ではこの動画がいいと思った方は高評価や、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではありがとうございました。よろしく。